SNS を熱狂させた。モンとナンバーアンダーラインアイのダンスコラボ、その真相に迫る。2024年6月1日、モンがナンバーアンダーラインアイとのコラボレーションで踊るという驚くべきニュースが SNS を駆け巡りました。特に TikTok でのヤギ、ダンスの動画は瞬く間にトレンド入りし、多くの人々の心をつかみました。モンがヤギのように踊る姿は、 見る人々に笑顔と驚きをもたらし、そのコミカルでありながらも巧みなダンスパフォーマンスは一気に話題となりました。このような現象はなぜこれほどまでに人々を魅了するのでしょうか。それは単なる可愛らしいキャラクターのダンスだけではなく、クマモンとナンバーアンダーライン愛という異なる世界が交わることで生まれる新たなエンターテイメントの可能性を示しているからです。クマモンは、 熊本県の PR キャラクターとして誕生し、その愛らしい姿とユーモア溢れる行動で日本全国、さらには海外でも人気を博してきました。一方、ナンバーアンダーライン愛は若手アーティストグループとして、革新的な音楽とパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。この二つがコラボレーションすることで、単なるエンターテイメントの枠を超えた、新しい文化的現象が生まれることとなったのです。 今回のコラボレーションの背後には、SNS 時代における情報拡散の力が大きく影響しています。TikTok や Twitter などのプラットフォームを通じて、ユーザーは自分の興味を共有し、瞬時にトレンドを作り出すことができます。モンのダンス動画も例外ではなく、ユニークなパフォーマンスが視聴者の心をつかむことで、短期間で広く拡散されました。このような現象は、 SNS がもたらす新しいエンターテイメントの形態を示しており、ユーザーが主体となってコンテンツを楽しみ、共有する時代が到来したことを象徴しています。また、モンとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションが特に注目されたのは、その意外性と新鮮さにあります。モンのコミカルなキャラクターとナンバーアンダーライン愛のスタイリッシュな音楽が融合することで、異なるファン層を結びつけ、 新たな視点でエンターテイメントを楽しむ機会を提供しました。モンのヤギダンスはまさにその象徴であり、見た目のギャップとパフォーマンスの質の高さが観客を魅了したのです。このコラボレーションの成功は今後のエンターテイメント業界にも大きな影響を与えるでしょう。異なるジャンルやキャラクターが融合することで新しい価値を創造し、観客に新たな驚きと感動を提供することができるのです。 例えば、他の地域のキャラクターやアーティストとのコラボレーションが考えられます。北海道のキャラクターと東北のアーティストが共演することで、地域の魅力を全国に発信することも可能です。さらに、技術の進化もこのような新しいエンターテイメントの形を支えています。AI や AR、拡張現実技術を駆使することで、 バーチャルなキャラクターと実在のアーティストが同じステージでパフォーマンスを行うことが現実味を帯びてきました。熊ンとナンバーアンダーライン愛のように異なる世界が交わることで生まれるエンターテイメントは今後ますます多様化し進化していくことでしょう。またファンの参加も重要な要素です。SNS を通じてファン同士が交流し共通の興味を持つコミュニティが形成されることで 新たなエンターテイメントの形が生まれます。モンのダンス動画に対するコメントやリアクションは、その一例です。ファンが自らの意見や感想を共有することで、コンテンツがさらに広がり、深まるのです。このような現象を通じて、私たちはエンターテイメントの未来について、新たな視点を得ることができます。異なる世界が交わることで生まれる新しい価値、技術の進化によって実現する新たな体験、 そしてファンの参加がもたらすコミュニティの力。これらが組み合わさることで、これまでにない驚きと感動を提供するエンターテイメントが誕生するのです。さらに、今回のコラボレーションは、地方創生や地域活性化にもつながる可能性を秘めています。熊門は熊本県の象徴であり、その活動を通じて地域の魅力を全国に発信してきました。ナンバーアンダーライン愛との共演を通じて、 若者を中心とした新しいファン層が熊本県に興味を持つきっかけとなり、観光客の増加や地域経済の活性化にも寄与するでしょう。また、このようなコラボレーションが増えることで、地域の魅力を再発見し、地域間の交流が活発になることも期待されます。異なる地域のキャラクターやアーティストが共演することで、お互いの文化や特産品を知る機会が増え、地域間の連携が強化されるのです。 これにより、地方の魅力を国内外に発信し、地域の活性化を図ることができるでしょう。そして、このようなエンターテイメントの進化は、私たちの日常生活にも新たな視点をもたらします。異なる文化や価値観が交わることで、多様性を尊重し、理解し合うことの重要性を再認識させてくれます。ンとナンバーアンダーライン愛の共演を通じて、人々が共通の興味を持ち、 楽しむことができる場が広がることで、社会全体のつながりが強化されるのです。この共演が話題となった要因の一つは、その意外性にある。モンはぬいぐるみとしての制約も多い中で、非常に難易度の高いダンスを見事にこなしてみせた。これにより、モンのキャラクターに新たな一面が加わり、ファンの間でさらに愛される存在となった。また、ナンバーアンダーライン愛の楽曲、ゴート。 はそのキャッチーなリズムと振り付けで人気を集めており、幅広い年齢層に支持されている。この二つが組み合わさることで、老若男女問わず楽しめるコンテンツとなった。モンがゴートを踊る動画は、単なるエンターテインメントの枠を超えて SN、SNS 上でのコミュニケーションを活性化させた。視聴者は動画をシェアし、コメントを通じて感想を共有することで、共感の輪が広がった。特に、 モンのダンスに対する賞賛の声は多く、モンありがとうといった感謝の言葉や、次はどんなダンスを見せてくれるのといった期待の声が寄せられた。この現象は、SNS が持つ拡散力とコミュニケーション力の強さを改めて実感させるものだった。短期間で多くの人々にリーチし、共感を呼ぶコンテンツを作り出すことができる SNS は、 今後もエンターテインメント業界において重要な役割を果たすだろう。また、このようなコラボレーションは、地域の PR 活動にも大きな影響を与える。熊本県の PR キャラクターである熊門が全国的な話題となることで、熊本県自体の認知度や観光客の増加にも寄与することが期待される。最後に、熊門とナンバーアンダーライン愛のコラボレーションが私たちに示したように、 エンターテイメントは人々の心をつなぎ、新たな可能性を開く力を持っています。今後もこのような異なるジャンルやキャラクターの融合が続き、新たな驚きと感動を提供してくれることを期待しています。そして、私たち一人一人がその一端を担い、エンターテイメントを通じてつながり合うことで、より豊かな社会を築いていきたいと思います。 あなたは、どのような異なる組み合わせが生み出すエンターテイメントを見たいですかそして、それが私たちの日常にどのような影響を与えると考えますかこれからのエンターテイメントの未来に期待しながら、共にその可能性を探求していきましょう。